ということで、ドア。ドアですね、ドア。まあ、こんな感じで。しかも全部同じ面でね、光、これちなみにあれなんですよね、下を明るくする理由は、映り込むからですね、床が。床が映り込むんで下側を明るくすると、こういうのは安定するかなっていう、思想です。はい。上から光が来てるときって、基本上が明るくなって、下が暗くなる。まあ当然なんですけど、じゃあ今回の場合って別に上から来てるわけじゃないんですよ。太陽の光じゃなくて、窓の光なんですよ。これがね、あれなんですよね。室内ってちょっと特殊というか、冷静に見ないと光源が本当上なのっていうことがね、あって、はい。今回そうでもないと。そうした場合は、まあ映り込みの方をちょっと強調して書いて、どうかやってみようかっていう感じになりますかね。なんでババッと書いて、それが終わったら整えると。はい。これも作業なんで、同じように厚み部分。このね、厚み部分を書くという体で整えていくというね、この、これほんと大事なんで、この感覚。よいしょ。ただね、これドアが映り込むんですよ。なので、今暗くしてるんですけど、実際暗いかって言われたらね、白い可能性も十分にあってですね。こう折れてるとこってね、やっぱピカッと光る。これもまあ、身の回りのものを見てると分かりやすい。そしてね、ここね、一応別レイヤーにして、さあどっちが収まりがいいか。厚み方向。ドン。ドン。そんなでも光ってるわけじゃないからな、これ。なんともですね。なんともなんで、なんともな処理をします。なんともなので、こう、奥の方暗くしよう。中心部分ちょっと明るくしよう。そういうなんとなくの処理で。でもなんとなくにはなんとなくで対応するっていうのがね、一番いいと思うんで。ターン、ターン、ターン、ターン。影響しないな。こいつ、まあ、特にないね。うん。ドア、ドア最後。いや、ドア書いちゃうかも。ドアね、何も考えてないけど、このまま行こう。なんか目が慣れちゃった、これに。これに目が慣れちゃったんで、このまま。で、上が暗め。下明るめ。でね、まあ結構こう、白を基調としたものを書くときって、いろんな色をね、紫とか水色とか、こう、ふんだんに使いながら、適当に混ぜていくと、結構面白いことが多い。で、光が当たる部分は、やっぱり黄色系になることが多いので、オレンジとか。まあ、その辺でこううまく組み合わせていくと結構面白い表現になることも多いんで、遊び心ですね、この辺も。遊んでみてはというところで、はい。こんな感じで、はい、適当に。なんかいろんなものがこう反射しましたわーみたいな。しましたわーみたいな感じでやって、で、あと落ち影と、こういう空間ですね。窓と窓。もう窓で許して。もう窓で許して。こうね、ドアの隙間はこうちゃんと書くと。隙間がありますよと、隙間がないとね、あれですから、ドアも開かないですから。隙間が多少あるから開いてくれるというね、はい。そういうことで、ちゃんと隙間アピールしていって、で、ここ、隙間があるということはここ折れてるんで、L 字の折れてるところはやっぱりこう、ピカッと光ると。よいしょ。ね。そう忘れずに、情報はとにかく忘れずに書くと。そして落ち影。まあ一つ目は分かりやすく、ここ。そして、まあ、あれですね。取って、こう来てこう。こう来てこう。適当もこう来てこう。はい、これも、こう来て、ここ頂点でこう。こう。こう来てこう。うん。で、こう来てこう。こう来てこう。はい。まあ大体全部頂点ですね。頂点が右斜め下にこう、左斜め下に来るイメージですね。窓が上についてるんで、取っ手よりも。それぞれ頂点をこう左斜め下に落としてあげて、それを繋いであげると。こっちも一緒ですね。はい。それでなんとかなるんで、書いてあげると。で、離れれば離れるほど、まあ、ちょっと薄くなるんで、まあ、そこはまあどう処理するかなんですが、もうちょい横じゃねっていうね。
そんなに下には下がんなくねみたいな。このぐらいじゃねっていうのもありつつね。はい。あと、蝶つがいとか、まあ、ここも地下げす。窓枠もこっち側の地下げはできそうだなとか。まあ、そういうのもやりつつの、ちょっとずつ雑になりつつの、はい。蝶つがいの影、蝶つがいの影。十分です。はい。はい。窓の方もっと濃くなりそう。ここ。こことここ。がっちり、上段で入れて、うん。じゃないでしょうかね。でもこれもやることないですね。やること手前と奥があって、奥側、同じ色の場合は奥側暗い方が絶対に安定するんで、これで手前を浮き立たせると。ですね。はい。で、こうなって、金属なんで、あとは適当にこう、ムラをつけていって、で、白。もう一気に、あ、白行き過ぎかな。まあ一回白でいいや。光が当たる面、上の面とかはね、光がガツッと当たるんで、もうほんと白でいいと思います。もう一回白で落としといて、極端に強調してやると。よいしょ。で、こっちの、こう折れてるとこ明るく。で、逆に、下の面とかは暗く。質感的には硬い質感なので、思い切って、コントラストも強めで、エッジの立ったブラシでやっていくと。これはビビる。暗すぎるな、しかし。これは暗すぎるかな。うん。いや、遠くのものなんで、正直そんなに頑張ったところで、みたいな。ところでっていうのあるんで、はい。まあ、ざっくりして、遠目で見て、なんか、そんな感じやってあれば、だいたいそんな感じやで、そんな感じです。はい。だいたいそんな感じやで、そんな感じで、そんな感じなんで、はい。そんな感じになれば、だいたいそんな感じで OK。ということになります。言うてこいつも地下げが入るんだよな、ここにこう。はい。で、なんかちげえかな。まあ、こんなもんだと思うんですが、レベル補正ぐらいでこうね。ちょっとこう、色調補正、ちょっとこんな感じで、はい、入れて、まあ、こんなもんでいいんじゃないでしょうか、という気はしますので、終わりと。蝶つがいも同じやり方なんですね。はい。もう即に説明をすることはない。特にこれ円柱なんで、もう、何もない。何もないですよね。何もない。寒色系で、暗くして、大体の色味をこれでも整えてあげて、はい。で、光が当たる部分っていうのがもうね、限られてるんで、どうしよう、これでいいか。こう光が当たるんで、光が当たるとこ、当たるかな？ちょっと違う気もするな。ここじゃない気がする。うん、まあいいか。これはもう円柱で、真ん中暗く。真ん中暗く。反対側は回り込みとか反射で少し明るくなるんで、円柱描くときはここ明るい。そしてここの段差をちゃんと描くと、蝶つがいの真ん中のこの軸の段差を描くと。で、この段差ができたんだったら、上の目ここ明るくなると。まあ、ぐらいですかね。ぐらい押さえとけば円形なんで、そんなにもだいたい見栄え的に、まあ、こんなもんになるんで、まあいいでしょう。水色、回り込み水色とか置いちゃう。ちょっと加えて遊んじゃう。遊び心、遊びすぎかな。まあいいや。はい。まあ例えばこういう感じで蝶つがいも描いて、はい。ドア枠少し単調ですかね。もしかしてこれ少し上がやっぱり単調に見えちゃうんで、遊ぶ？少しこの緑かぶせちゃう？遊び心を使っていって、ちょっと面白くない風に感じましたね。はい。こんな感じで。今回じゃあ一回この辺で切りましょうかね。だいぶ終わってきたんで、もうすぐ終わるんじゃないでしょうか。では今回この辺です。お疲れ様でした。
はい、今回もね、ご視聴いただき誠にありがとうございました。次も見てみたいという方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またね、こんな講座も見てみたい等のリクエストがあれば、お気軽にコメントいただけたらと思います。以上、タカでした。